老系の地。出発前にみんなともう少し話した方がいいかな。この路地を進むとエレベーターが見えてくる。それで流刑の地の中心まで行けるから。これほど巨大なクロックボーイが、あの時計屋もドリームリーフに力強い痕跡を残したようだ。そこはドリームリーフで一番人が多い場所なので、お二人の仲間も見つかるか。やめて。よしよ、あんたたちを待ってる間、たくさんの地元の人と知り合ったんだ。ここではみんな自給自足の生活を送ってるんだって。なんて言ったらいいのかわからないけど。こっちだ、ドリームリーフの道路は長いこと補修されてないから足元に気をつけろ。彼女だ。前にまだ準備したいことがある。も焦ってるはずだ。少し時間をやるか。心配は。顔認証し。なーに、都政の知恵を使えばいい。俺に任せとけ。もし現実のバーもこんなに立派とはな。あ、そうそう、早くこちらに。助け。you
もうすぐ夢の主が到着されるようです。にやかね。その通り。このオーディション会場はまさにあの可能性に。飲もう。あなたたちの演技。カット。先を急ごう。性格の方が大事だもん。時計屋の木。準備はいい。1、2、3。あたしたち。おや、これはこれは言う。気をつけよう。全部のピースが集まった。早く戻ろう。おお、早く。こんな敵。いきなり接続が切られるの、まだ少し慣れないかも。
じゃあもう一回やってみよう。ジュン、この感覚にもだ。おや、前回の勇敢でも知っています。本当に倉庫って物置棚の向こう側だよね。本当にロケットランチャーがある。これでこの発射の感覚グラスホッパー2と同じだ。気をつけて。興味深いですね。あなたが同じ確信はありませんが、試してみましょう。正しいドアを選んじゃうなんて。何でしょう。
ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか。そういえば、あんた言ってたよね。この先にすごく大きな噴水があるって。ほら、ここだよ。僕もミハイルの力になりたい。ここは向こうに行けばいいんだよね。いえ、ここは左側に行く。あれ、ちょっと道が変わった。ここです。この先はミハイルの書斎です。これってねえ、覚え、あ、どうやら真実。雰囲気不気味すぎ。ゾッとする。普通もう、空は空虚となり、大地は混沌としていました。そんな折、天地万物を人に認識できるものにするため、秩序のエナが誕生しました。それが一日目です。ソア、星雲をプレクトラムに白と黒の鍵盤のあるチェンバロを作り上げました。白い鍵盤を叩くと太陽が昇り、黒い鍵盤を叩くと人形たちが額縁の周りに集まってる。うちらも行った方が。皆さんは遠方からいらしたお客様。私としても武力書3つの劇を用意しました。どこから物語を始めましょうか。そうですね、ピノコニーが辺境の監獄だった頃の話から始めましょう。ほとばしい過去の伝説。ここはかつて狭苦しい琥珀歴2147期、囚人のハヌヌが大規模な戦争を始め勝利を収めました。カンパニーはこれを辺境戦争、アスデナの人々は牢は壊され、監視は解放された。ハヌヌ氏は偉大な人物でした。しかし、これからどこに行けばいい。
彼は囚人たちを解放することはできても、真の自由は三人の七使人がこの地にとどまり、辺境の監獄に開拓の教えを伝えようとしました。しかし、残念ながらそれは無駄に終わりました。俺たちは改めて牢屋を作るべきだ。アスデナは再び戦火に包まれました。今回の敵は内部から現れたのです。この人形たち、今度はどこに連れてくつもり？ソア、星の流れを集めて筆先を作り、発音と数の記号を書きました。ソア、星屑を集めて川を作ると、善と義に属するものは川上に、悪と不義に属するものは川下にあると定義しました。それ以降、万物はそれぞれの属性を授かり、人々は善…見て、また額縁だ。続いての物語は権力をめぐる争い。ピノコニーには木、草、花、鳥、獣、果実、虫の七大クランが次々と現れました。しかし、流刑の地に本当の意味での平和は訪れていなかったのです。この歴史は入り乱れていて複雑すぎるので、偶話の形、流刑の地の秩序は非常に乱れており、内も外も常に問題を抱えていました。七大クランは表面的には統一されていましたが、実際にはそれぞれが独自の政治を行い、絶えず争い、最初に内戦から淘汰されたのはプラム家でした。ルーサン家が企てた白い砂漠事件によって、彼らは永遠に、ルーサン家の当主はカンパニーに身を寄せ、自由と引き換えに生存を求めようとしました。しかし長男によって撃たれ、彼が当主の座を引き継ぐことになったのです。銀河は残酷で無情。アークティッド家は列車が残した銀器を開拓しようとしましたが、スウォームの残党に遭遇してしまい、悲惨な終わりを迎えました。そして私だ。ゴフェルがファミリーを率いて流刑の地に来ると、外から私の新しい主の主よ。あいつ
って導くのが好きみたいだね。こちらが最後の幕となります。これまでは私が一体なぜ現状を変えようとしているのかを皆さんに理解していただくため、ピノコニーの過去と現在をお見せしてきました。そして次はピノコニーの未来を。先を見る目がなければ、私たちが彼らの選択を行い、おとばしい過去の伝説。助け合わなければなりません。横暴な者に立ち向かうために。この声はブラックスワン。ちょっとどこ行くの？まだ忙しくしてるだろうから、先に炭鉱に会いに行かない？見て、やっぱりあのカウボーイと話して。ついてきてくれ。アベンチュリーさんにトパーゼさんまで来ているのね。あの人は、お前を待っておったんじゃ。航路会議を始め。よければ。幸せな幻想に溺れている人々だ。今のところ彼らが深く眠っている原因を揺さぶる方法はない。あなたのクロックトリックでも効果はないだろう。だ、着いたわよ。
現実と想像の境界線は埋め、生命は一つの迷宮。君の計略は決してロケ、レナの夢は兄様にとって完璧ではないが、シタリ、招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。